平野紫耀とジングージユータ、シンガポール旅行の楽しみがファンをワクワクさせる。日本のアイドルグループ、ナンバーアイ、読みナンバーアイのメンバーである平野紫耀が、自身のインスタグラムアカウントで、新たな冒険にファンの期待をかきたてました。その冒険とは、メンバーのジングージユータと共に行ったシンガポール旅行です。 彼らの旅行予告は多くのファンにワクワク感をもたらし、SNS 上で熱い反応が広がっています。今回は、平野市用と神宮寺ゆ太のシンガポール旅行について、ファンの期待や魅力に焦点を当てて探ってみましょう。平野市用と神宮寺ゆ太のシンガポール旅行。 10月15日、平野耀はインスタグラムのストーリーズを更新し、ファンに大きなサプライズを届けました。これは、ナンバーアイとして新たなスタートを切ったばかりの彼らにとって、注目度が高い瞬間でした。 平野紫仕様は自身の後ろ姿を捉えた写真を投稿し、美は騎士君来る前にジンとプチ旅行をシンガポールを行ってきたから、と神宮寺雄太と共にシンガポールを訪れたことを告白しました。この投稿により、ファンは二人の旅行に関する新たな情報を得ることができ、期待が高まりました。ファンからの期待の声。 このシンガポール旅行の予告に対してファンからは多くの期待の声が上がりました。平野仕用は10月8日から13日まで大量の写真を投稿していたため、その後の投稿が待ち遠しい状況でした。ファンたちは SNS へで投稿を待ってました。散らされたから、楽しみ、ワクワクプライベートの写真嬉しい期待高まるやった。 明日まで待てないといったコメントを残し次回の投稿に対する興奮を表現しました。平野紫耀と神宮寺勇太の写真を楽しみに待つファンの姿勢が彼らの人気と結びついています。ナンバー I の注目度。ナンバー I は平野紫耀、神宮寺勇太、そして志勇太の3人からなる新しいアイドルグループで、その結成は多くのファンにとって大きな驚きでした。 それぞれのメンバーが過去の活動で個性を発揮しており、新たなグループとしての活動に対する期待が高まっています。平野市耀と神宮寺勇太のシンガポール旅行の話題は、この新グループの注目度を一層高めています。海外旅行の魅力。海外旅行は一般の人々にとっても魅力的な経験です。 アーティストや有名人にとっても新たな場所を訪れることはインスピレーションを得る機会であり、ファンにその旅の一部を共有することはファンとのつながりを深める手段の一つです。シンガポールは多くの観光名所や美しい景色があり、アジアの魅力的な目的地として知られています。平野市洋と神宮寺勇太のファンは 彼らがどのようにシンガポールを楽しんだのかを知りたいと考えており、その旅行に関する情報が非常に興味深いものとなっています。平野市耀と神宮寺ゆうのシンガポール旅行はファンにとって楽しみな出来事となりました。彼らの投稿予告に対する期待は高まり、ナンバーアイという新しいアイドルグループの注目度を一層高めています。 海外旅行の魅力やファンとのつながりを考えると、アーティストや有名人による旅行情報の共有は、ファンとの関係構築に非常に有益な手段です。ファンたちは、平野潮と神宮寺雄太がどのようにシンガポールで楽しんだのかを楽しみに待ち、次回の投稿を挟ま持ちしていることが明らかです。この旅行の逸話が、 彼らのファンにとって特別な思い出となり、彼らの音楽活動と共に、二人の魅力をより深く理解するきっかけとなることでしょう。